へへへ TV。 どうも皆さん、こんにちは。へへへです。本日は2022年4月30日土曜日16時20分に撮影しております。今回私は栃木県日光市にある平家の隠れ里湯西川に行ってきました。よろしかったらご覧ください。では VTR スタート。ただいま、上部道路失踪中だ。明日から、一日早いが、ゴールデンウィーク、突入だ。運転中に、アイコスを、たしなむ、へへへ。上部道路から、北関道へ、突入だ。夕飯には、山岡屋で、ネギ味噌ラーメンを、チョイスした、ごちそうさま。日光に、向かっている感、満載の、杉並木だ。湯西川に向かう途中で東武日光駅に立ち寄った。日光スイーツを手に入れるためだ。日光プリンぜー、超絶美味しいプリンとのことなので、どんな味なのか楽しみだ。あと、日光カステラ。ここも驚愕するほど、美味しいカステラとのことだ。最後は、もちろん、栄屋の、揚げりば饅頭だ。以上3品、抑えれば、日光通だ。早速、揚げりば饅頭を、食べてみる。揚げ湯葉饅頭の塩の振り加減が最高で絶品だった。東武日光駅に立ち寄ったら 100% 食べるべきだ。東武日光駅前からの素晴らしい街並み。やっぱり観光名所の駅は一味違うようだ。湯西川温泉街まであと少しだが、珍しいコロッケを食べるため立ち寄った。
肉エビコロッケ。初めての鹿肉だったので、味の表現がわからない。道の駅湯西川から車で少し走ると湯西川湖というところがあったので立ち寄った。奥日光の湯西川湖の美しい風景、ほんと来てよかった。目的地湯西川水の里観光センターに向かう。湯西川水の里観光センターに来た。人散っているか、まだ桜が咲いていた。この観光センターのおすすめ大吊り橋をこれから渡ってみる。ゴールデンウィーク、一日フライングしたおかげで、貸し切り状態で満喫。湯西川の清流に癒される。申し訳ないが、今回の動画はここで一旦終わりだ。続きは次の動画で。今回は大人の事情により前編後編に分けてアップロードさせていただきます。これで前編は終わりとなります。以上、へへん TV でした。これからもよろしくお願いいたします。へへへ TV。